はい、どうもシアンです。プロジェクトセカンド、まあ略してプロセカ続きからやっていきますね。ランクも28で結構上がっておりますね。で、前回の続きでワンダーランズショータイムどうなるのか、はい、見ていきましょうか。もう結構佳境まで来てるからね、物語も。はい、レベル20じゃん。あ、じゃあもう全部は見れるね。まあ行こうか。おじいちゃんのステージ、なんかネムちゃんと2人で観覧車乗ろうとしてますよね。これイチャイチャが見れるかもしれませんね。行こうか。ボイスあり。早くみんな仲直りしてな。またみんなで協力し合ってほしいものだけど。フェニックスワンダーランド、はいはい。観覧車どんどん上がってくね。どういう状況なんだこれは。なぜ俺は M と一緒に観覧車に。緊張してる。何にせよ M にもひどいことを言ってしまったんだ。しっかり謝らなければ。偉い、謝れるだけ偉い。あ、ほら見えたよ司くん。うん、これは上からワンダーステージが見えるのか。こうやって見ると緑に囲まれたいい場所だな。でしょ、おじいちゃん緑がいっぱいあるからあそこにステージ作ったんだよ。おじいちゃん、ん？それはつまり M のじいさんがフェニックスワンダーランドを作ったってことか。うん。じゃあお前大鳥ってフェニックスグループの大鳥家？なんか大体予想はついてたよな。それ超がつくレベルの金持ちじゃないか。それがどうしてこんなところで。1年前にね、おじいちゃんとお別れしたの。え、死に別れってこと？ま、その時お父さんがステージはもう古いし維持費もかかるから壊して新しいものを建てた方がいいって言ったんだ。でも私おじいちゃんのステージが大好きだから絶対絶対残したくて壊さないでってお願いしたの。そしたら今年の連休までに採算が取れるくらいいっぱいお客さんを呼べたら考えてもいいって言ってくれたんだ。なんでそれを最初に説明しないんだよ。だってみんなショーを作るのに一生懸命だったでしょ。おじいちゃんが言ってたの。ショーにはいろんな人が必要だけど、みんなが思いっきりショーができるように考えて頑張る人が一人は絶対に必要なんだよって。なんか大人の横島な理由とかが混ざったりしたらやだもんな。ネムちゃんなりにいっぱい考えてくれたんだな。でももうやめにする。え、なんでなんで。え、ステージとは今日でバイバイ。いや、もうネムちゃんのトラウマになっちゃったのか。なんでだよ。大事なんだろ、残したいんだろ。うん、でもね、私がショーをやりたいってわがまま言ったせいでみんな笑顔じゃなくなっちゃったから、みんな笑顔になれることが一番大事だっておじいちゃんも言ってたから。だから諦めるのか。うん。もういや、めっちゃしんどいじゃん。いや、もうつかさどうにかして。バカ M。 え、このバカ M。 うん、あのな、お前はみんなを笑顔にしたいんだろ。それでお前が泣きそうになってどうすんだよ。 M だってお前のじいさんが言ってたみんなだろ。だからもう一度ショーをやるぞ。あのステージを笑顔でいっぱいにするんだ、絶対に。司くん、俺が悪かった M。 だからまた俺と一緒にショーをしてくれないか。そうだな、M。 あ、めっちゃよかった。あと2人だな。
なんかちゃんと司が謝れてすごいいい子。なんかジーンとくるわ。忍び込むなんて、ルイと同じことしちゃった。ネネロボ、ネネロボ、あった。ごめんね、置いてけぼりにしちゃって。私の代わりにずっとステージに立ってくれてたのに。どうして私こうなんだろう。ステージに立つ勇気がないからって、こそこそ隠れて、ネネロボに全部やらせて、また全部台無しにして、もうステージに立たせてあげられなくてごめんね。あ、ここから見るとアンダーステージってこんなに広いんだ。画面越しだとわからなかったけど、ネネロボはここからお客さんが笑ってるのを見てたんだな。ここは私に任せてください。歌を歌いましょう。やっぱり私、もっとショーを。本当だよ、今歌が聞こえたの。ネネ、泣いたわ。もう今のネネちゃんとこめっちゃ泣けるんだけど。もうなんかこう、ネネロボのことも物として扱わないでな、自分の大切な一部として扱ってくれてるのがまたサタに。もう噛んだ、今サタにって言った。さらに類性に来た。なんでごめんなさい。ネネロボちゃんがギュイーンってなった。まさかネネロボに乗って逃げるとは思わなかったんだけど。あのロボ、人を乗せて走れるのか。どんな馬力なの、一体どういう技術で作ったの。このままだと逃げられる。追いかけるぞ M。 待って、ネネちゃん。無理。足が速すぎるぞ。ルイのやつ、何考えてあんなスピード出せるようにしたんだ。あとちょっとなのに追いつけないよ。こんな高性能ロボットだな。そうだ、いい作戦を思いついたぞ。お？先にネネちゃんなんだね。俺先にルイ君かと思った。ごめん。振り切れた。よかった。ネネ、どこだ？どこにいる？まだ諦めてないの？早く出ないと。あ、正門が見えてきた。ここまで来れば。なるほどな。もう出口ここしかないから、どうし、なんつうの、そこにしかないから絶対ここに来るという予想をつけたわけだ。司の頭脳プレイだ。とぉー！M が飛び込んだ。ワンダホーイ。本の上から。ネネちゃん、つかまえた。ナイス確保だ、M。ネネちゃん大丈夫？もしかして私怪我させちゃった？聞いてくれネネ、俺は。いや、そうだよな。あんなこと言ったんだ。顔合わせたくないよな。そのままでいい。これだけは聞いてくれ。昨日は俺が悪かった。ショーが成功しなくて悔しかったのは本当だ。でももっと悔しかったのはネネだよな。俺は自分のことばっかりで、お前の気持ちを、いや、みんなの気持ちを考えられていなかった。本当に
悪かった。でも思い出したんだ。俺はみんなに笑顔をあげられるショーをやりたい。そして観客の笑顔から俺たちも笑顔になれる、そんな最高のショーを今度こそやりたいんだ。だからねね、また俺と一緒にショーをやってくれないか。私もショーをやりたい。ねね、私昔からずっとショーに憧れてて、中学の時に大きな劇団のジュニアクラスに入ってたの。そこで練習して主役になれて、でもその公演で次のセリフが出てこない。どうしようその時の失敗がトラウマになっちゃったってことか。みんなずっと必死に練習してきたのに、私のせいで全部台無し。それから人の前に立つと震えてうまく声が出せなくなって、でもルイがネネロボをくれて、ロボット越しでもショーはやっぱり楽しくて、司に言われたこともわかってる。お客さんと向き合わないで最高のショーはできないって。でも私、ねねちゃん、絶対に失敗しない方法がある。何にも挑戦しなければいい。そうしたら一生失敗することはないだろう。俺の尊敬するスターの言葉だ。挑戦する人間に失敗はつきものだ。そうやって進むからこそ最高のショーに近づいていけるんだ。だから俺は挑戦した勇気のある仲間を責めるようなことはしちゃいけなかった。つかさねね、俺が悪かった。だからもう一度言わせてくれ。また俺と一緒にショーをやってくれないか。最高のショーを今度こそやりたいんだ。私もショーがやりたい。だから私の方こそよろしくお願いします。ああ、よろしくな、ねね。またよろしくね、ねねちゃん、ねねロボちゃん。うん、ありがとう、二人とも。つかさがすごい主人公してるんだけど。何これ、ワンダーランドショータイムってもっと楽しいメンバーじゃないのこれ。もういちいち俺の涙腺に崩壊させてくるんだけど。やばい、すげえ、もう目頭がずっと熱いんだけども。じゃあ次、今度ルイくんがいるっぽいね。じゃあボイスありで見ていこうか。プロセカの何キャラストーリーってみんなこんな感じなの？最高すぎ、センター街。ショーは一人じゃできない。ルイ、そんなこと言ってたんだ。ああ、だがその後は俺も頭に血が上ってしまって、ろくに話もできなくてな。うん、わかった。じゃあルイの家に行こう。え？ねねちゃん、ルイくんのお家知ってるの？幼馴染っぽい話してたよね。うん、小学生の頃から家が隣同士だから。マジかよ、小学生の頃からってことは二人は幼な馴染なんだね。名が多いね。名が多い、同じツッコミした。
年齢は一つ違うけど、私もルイも兄弟がいないから親同士がよく遊ばせてたの。子供の頃はよく二人でいろんなお芝居をしたな。ルイは昔クラスメートと一緒にショーをやろうとしたことがあったんだけど、ルイはショーのことになると周りが見えなくなるからいつもうまくいかなくって、それで自分でロボットを作って一人でショーをやるようになったの。でも本当はルイも。あれってルイくんじゃない？ショーやってるよ。何？捕まえなければ。一人ぼっちの錬金術師はショーを見て思いました。実話じゃないこれ。僕もこんな風に素敵なショーをしてみたい。錬金術師は旅の一座を真似て練習し、自分のショーを町の人々に見せました。すると町の人々はとても喜んでくれました。こうして錬金術師は町の人々に受け入れられ、仲良く暮らすようになりました。めでたしめでたしと言いたいところですが、この話には続きがある。町の人々が一緒にショーを作りたいと言い出したのです。はじめ錬金術師は町の人々とショーができることをとても喜びました。しかし錬金術師がショーのアイデアを出すたびに、町の人々はその突拍子もないアイデアに呆れて、一人また一人と離れていってしまいました。実話だなこれ。でもその突拍子もないアイデアに司だけは唯一ついてきてくれたんだよな。だルイ自身も本当に楽しかったんだな。それはどちらが悪いわけでもありません。ただ考え方が違うだけです。けれどそのうち町の人々はみんな錬金術師のもとを去ってしまいましたとさ。ルイ、ルイくん。ねね、M くん、それに君か。ちょっと名前も呼んでもらえなくなっちった。今日はここまでかな。もとより立ち止まってくれるお客さんもいないしね。待ってくれルイ、話したいことがあるんだ。昨日のことかい？それなら別に話すことはないだろう。それよりルイ、私はまたステージに立つって決めた。お、そうか。それはよかった。ねえルイ、ルイも本当はまた誰かとショーをやりたいんじゃない？ルイ、昨日は悪かった。俺はショーが失敗したことで頭がいっぱいになって一番大事なものを見落としていた。ルイの言う通り、最高のショーには仲間が必要だ。俺がしたことは間違っていた。簡単に許されるとは思っていない。だが俺はまたルイと反省したってところかな。悪いけどそれはどうでもいいかな。元より君とネネの問題だからね。ネネが君を許せばそれでいいのさ。でもきっと君と僕は相入れない。どういう意味だ？君が最高のショーをやりたいのは結局自分がスターになるためだろ。僕はただ最高のショーができればそれでいい。君と僕は根本的に価値観が違うのさ。それは確かにそうだった。でも思い出したんだ、本当は俺はネネにステージに立つ気持ちを取り戻す機会を与えてくれたことには感謝するよ。でも僕はもう君とショーをしたいとは思わない。あ、ルイ。少しの間だけど楽しかったよ。ありがとう。
司くん、レイくん追いかけなくていいの？よくない。いいわけがあるか。だが追いかけて俺は何を言えばいいんだ。マジか。これからどうする？なんだ突然。近いぞ。司くんはルイくんとショーやりたいんでしょ？じゃあ諦めちゃダメだよ。司、ルイは最高のショーをしたいってずっと思ってる。だから仲間と一緒にショーをやりたいって気持ちは今も持ってると思う。だから考えよう。また一緒にやるために。うん。それに司くんは未来のスターなんだよ。だったらルイくんを笑顔にしなくっちゃ。ああ、そうだな。よし、作戦会議だ。あ、こっちに来るわけね。それで司くん、どうしてるかな。みんなと仲直りできてるといいんだけど。あとちょっとなんだけどな。あとちょっとなんだけど、ルイに思いが届かないんだよな。もう司もな、やっと思い出したんだけどね、それを言葉にするのが難しいんだよな。おや、そんな話をしていたらまた来てくれたみたいだよ。お、いいところで終わった。じゃあ次回、最高のショーの答えからやらせていただきます。今回はここまでとさせていただきます。お、なんかすげえワンダーランドショータイム大好きになるんだけど、これ俺他のメンバーやってワンダーランドショータイム超えることができる？なんだかんだ結局みんなに触れてみんなのこと好きになったのになっちゃうのかな。そういうことなのかな。次回誰やるかとかもう決めらんないんだけど、もうワンダーランドショータイムでちょっともう俺の心を終わらせたい気持ちもあるんだけども、それもまた決めていかなきゃいけないからな。はい。ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、チャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。それとコメントと評価いただけたらとっても嬉しいです。皆さんの感想ぜひぜひ聞かせてください。その他にも気になる動画がございましたら、シュウヤンのチャンネル再生リストをチェックしてみてください。はい、それではシュウヤンでした。泣けましたね。それではまたね。